平野紫シファンの特定力、高級家具を瞬時に完売させるプロの誕生。10月10日、元キングプリンスへのメンバーで、現在は滝沢秀明が立ち上げた、とべ、に所属している平野紫シが、自身のインスタグラムを更新し、ソファーでくつろぐ姿や白い置物に寄りかかる姿など、撮影時のオフショットを披露しました。 しかし、この投稿には一部が話題になり、それが高級家具の完売につながったのです。平野仕様、大量にどうぞ、との魅力。平野仕様は長らく多くのファンから指示を受けています。特に彼のインスタグラムでファンに日常を覗かせる姿勢は、彼の魅力を高めてきました。最新のインスタグラム投稿においても、平野仕様は、大量にどうぞ。 というキャッチコピーを使って自身の写真を多くの投稿に綴っています。この姿勢にファンは歓喜し、毎日ありがとう、今日も大量ポストありがとう、と喜びの声が寄せられています。この姿勢が彼のファンとの絆を強化し、特別感を提供しています。高価な置物を特定、ファンの脅威の力。 しかし、10月10日のインスタグラム投稿において、ヒラの仕様は白い像の形をした置物によりかかる姿が映っていました。この置物はアメリカ人デザイナーの作品で、スイスの高級家具メーカーが取り扱っているものですが、ヒラの仕様のファンはこれをすぐに特定しました。なんと、インスタ投稿のわずか数分後に、オンラインショップで品切れする事態になったのです。 像の置物は子供のおもちゃに使用することもできるが、美しいインテリアの一部としても飾られており、その価格は38,500円と高額なものでした。ファンの行動の速さについてネット上では、平野たん、もう完売させるプロやん、さすが完売よ秒で売り切れ、光の速さじゃん、など、驚きと賞賛の声が広がりました。 平野ファンの特定力は過去にも顕著なものでした。2020年には彼の自宅マンションが特定され話題となりました。また今年7月にインスタグラムを開設して以来、プライベートショットの背景から飲食店などを特定するファンが続出し、彼の聖地巡礼が行われました。一方で特定行為に慎重なファンや、 プライバシーを尊重し、経済的な効果を追求するファンも存在し、平野ファンコミュニティ内で意見が分かれています。しかし、今回のケースでは置物が商品として売れるだけであり、ファンの情熱がプラスの方向に作用していると言えるでしょう。平野仕様はファンから強力な支持を受け、その魅力を日常の一部を共有することで高めています。 彼のインスタグラム投稿に対するファンの熱狂的な反応は驚異的で、特に高級家具の特定と完売につながった出来事はその一例です。平野ファンの特定力は彼の人気を高め、商品の売り上げに貢献しています。これはファンとアイドルの独特の関係を示すものであり、プライベート情報と商品の関連性について考えさせられる事例と言えるでしょう。 ファンとアイドルの関係は一方的なものではなくお互いに影響し合うものです。平野紫耀のファンは彼を支持し特定することで彼の人気と商品の売り上げを高め一方で彼はファンに感謝の意を表明し彼らに日常を覗かせることで特別感を提供しています。この相互作用は 今後もアイドルとファンの関係が進化し続けることを示唆しています。